せーの、リバディーピース大勢おい104はイエーイショーポーズめたいなバカポタポ本日はですね、もうすぐバレンタインもうすぐですね、バレンタインが近いということでこちらの曲、ご用意しました。逆あ、色違い色違いチョコレートフォンデュです。おお。チョコに食材をつけて食べるのも面白いんですけど、メンバーごとに白い食材、これ実はチョコに合うんじゃないかっていう食材を買ってきてもらってます。なるほど。それをつけてこれナンバーワンだねっていうのを決めます。なるほど。題してバレンタインだナンバーワンのチョコフレンズを決めろ、チョコフォンデュ選手権。やったー。うちらの独断と偏見で決めるってことね。そういうことで、はいはいはい、フォンデュ自体あんまりやったことないから楽しそう。俺も初めてだ。バイキングでしか見たことない。そうまだチョコを溶かしてないんですよ。ということで早速ね、チョコ溶かしていきたいんですけど、はい、もうバレンタイン企画やっぱり女子に作ってもらいたいってことでやってもらいます。なるほど。あ、こういう風に。もうね、スタジオ入った時から俺ずっと言ってるから大丈夫、作れる大丈夫、できるね。青ちゃんなんか大丈夫青ちゃんなんか、これ多分美穂やんねえな。やりますよ。あります、叩かれるんで。じゃあ早速作っていきましょう。はい、お願いします。じゃあよいしょ。皆さん、こんにちは。寝起きドッキリです。いや、ないです、やんないです違います、今日は。はい、ちょっとね、バレンタインの曲やるんですよ、はい、やるんですけど、2月9日、葵先生の誕生日です。おー、初めて知った。おいおいおい去年は、舞台の稽古中にサプライズケーキ、はい、したじゃないですか。そうですね。まあ、またそのケーキを用意するっていうくだりをしたら空気的にバレるだろうと思って。バレるかな。まあ若干去年バレてましたからね。そう、はい、さすがに今回は違う路線でいこうと思って。そうだね。はい、今回ですね、偽企画の裏側でサプライズ。なるほど。まあ偽企画、チョコフォンデュであの具材をつけて食べるっていう企画をやるんですけど、葵ちゃんは何も知りません、もちろん、うん、知らない中でこの3人がそれぞれミッション遂行します。ミッション、はい。それでバレたら誕生日プレゼントの金額が上がっていくという。なるほどなるほど、はい、だから葵先生の挑戦でもあります。なるほど、はい、なるほどね。葵先生もね、頑張ってくれてるじゃないですか、はいはい、練習だったり、はい、もういろんなスケジュール立ててくれたりとか、うん、いろいろやってくれてるわけですよ、裏側で、うん、そのお礼も兼ねて一つバレたら加減の金額が3000円。それはうちら一人3000円ずつ。そうです、はい、合計9000円以上のものがプレゼントをしてもらえるよと、はい、それでも結構でかい金額なんですよ。そうですね、まあね、まあね。でも、うん、私たちはその感謝を9000円以上で済ますない。2つバレたら1人5000円以上。なるほど。合計1万5000円いいね。なんと全部バレちったら、うん、1人1万円です。おお、加減だからね。加減です。だからもちろんあのそれぞれ気持ちがこもってればワンちゃん2万円いく可能性もある、その人次第。ああ、なるほどね、はい、どれだけ葵ちゃんに感謝してるかと、それが金額に現れるわけですよ。なるほど。3000円だとしても1万円いく可能性もある。なるほどなるほど。人それぞれ葵ちゃん絶対あのそんなーって感じで葵ちゃんのあの申し訳なさもあの想像できる顔が、そうね、想像できる。そうね。ミッションの内容です、はい、それぞれあの違うミッションを持ってるんですけど、まず僕から、はい、僕は語尾にズンズンつけます。撮影中に結構厳しいと思う。これはさすがにワンちゃん、アオちゃんだったらバーンって言うかもしれない。すげえ、そんなそんな怒る。あんた、うるさい。ワンちゃん一発でバレるかもしれない。はいはい。普段ズンなんか言わないからね、もちろん。どうなんや、これ言ってなかったっけ。言ったことない。2つ目のミッション、僕が収録中に、はい、それお酒を。いいな。お酒はやばいってバレるって。お前すぐ顔出るんやから。そう出ちゃうんだけど、うん、これに関してはちょっとあおちゃんがどれだけうちらのこと見てるかっていう、ね。まあ、そうだね。観察みたいな。まあ、結構撮影中とか撮影外でも多分周りよく見てる人だから、
なおかつ、うちら、お酒飲んでるのでね、うん、どれだけ分かるかという。確かに。こいつ酒臭いな。そう。かわけえなって。一巻だけじゃね、うん、ちょっと面白くないから。はい。最後です。私は収録中にどんどんメイクが濃くなる。うわぁ、音がそんなしないもんね。そんなね、濃くないね。まあ、顔を見たら多分分かると思う、うん、っていうぐらい変化させようかなって思っちゃう。だからあのバレるまでどんどん濃くなっていく。そう徐々に足すのを増やしていくバレちまえみたいな感じこのミッションちょっとね、バレないように、うん、まあでもギリギリを攻めたい。ミッションスタート。刻むの？そう、細かくしないと溶けにくいんだって。あと絵的に刻むとこ切りたいよ。刻むとこ切りたい。取りたいよね。だから青い切ります。どうぞ。すげえ。手際いいね。チョコの刻み方がぽいわ、うん、これ初めてじゃないですか。美穂先生も料理してる頃。ああ、ありがとう。密集中もう太くなってきた。大丈夫ごっこってなってくる。入れてその最後にこっちにグッて。ちょっとブワンなチョコの香りがいいね。うん、チョコ溶けました。ありがとうございます。じゃあスイッチを押します。はい。マシンがえ、どうなんの。ちょっと音が変わってきてる。あ、来た、ラストいきます。はい。果汁グミマスカット味。わあ、すごい。チョコもまずくはない。カットでヤングドーボッシュ。いいんじゃない。あー、うまそう。全然オールドファッション。全然行ってきます。はい、おいしい。1個2個だったら、あ、美味しいお酒のつまみもなる。チョコ味が少ないからね。ちょっといっぱいかけたらどうなるかって。普通にあのセブンとかで売ってるチョコドーナツみたいな、うん、ポケモンミニムスケーキバニラ。すみません、1個お願いです、はい、シールください。僭越ながら開けさせていただきます。お前空気いいな。色完璧だぞ。ガルルのウッパー。しかも茶色。うわ、全然だぜこれ。もういってるよ。あ、でもそんなべっとりならない。やばい。ちょっと待って。思ったより垂れる。いただきます。完全チョコパンじゃん。あ、でも虫パンはそんな強くないかもな、これ。あ、でもね、俺は好き。うん、できます。せーの、うまい。じゃあ次、お前のもの持ってこい。ちょっと待って、一回トイレ行っていい？ちょっとトイレ？うん、トイレ。オッケー。メイクしていきたいと思います。私が苦手やな、メンバーあれでもさ、美味しい。ギブ
しい美味しい。あれラブよ。夢の国のポップコーン。まあ、カレー味のポップコーンってこと。そう。チーズ苦手な人はプリズン。全部。やばい。ちょっと一口超えてる。いけた。うん。わさびーフ。そもそもわさびは大丈夫。大丈夫。私あのわさび寿司にはつけないんですけど。私もです。寿司にはつけないんですけど。私もです。けど食べれる。こっちのタイプ。なんだろうな。後からわさびって感じ。ああ、後からわさび。ああ、チョコだ。おやつカルパス。ダダン。うん。せーの。おいしくない。バンクーヘン。絶対うまいじゃん。革命起きてるぞ。うますぎて。バカうまいぞこれ。ここだとすぐで気持ちよくなってきた。前がなかったっけ。誰かさんの企画でハバネロ持ってきましたね。大丈夫。耳真っ赤だよ。大丈夫。結構赤くなかったの。全身から自分のメンバーカラーを主張しようとしてるんですよ。じゃあちょっと私は水飲んでいきます。トイレ行っていい？どこ？大丈夫？なんかね、近い。具合悪かったよ。もう俺のトイレ行きたいから早くして。嘘でしょ？みんな今日どうしたの？昨日からね、トイレ近いんだよ。いや、あなたはずっと近いから。今日さらに近いのよ。なんかいつもさ、我慢するじゃん。大勢の趣味、トイレ。間違っちゃない。ポケモン蒸しパンイチゴ味。美味しいやつやん。これがイチゴになったらどうなるかな。ノーマル食べたい。めっちゃ合うわ。めっちゃ合うか。めっちゃ合うわ。あ、いいね。チョコ合うと思う。本当？絶対合うと思う。本当におつまみみたいな感じ。そう、大勢が言ってる意味わかるもん。しか聞こえない。いってらっしゃい。いってきます。いただきます。おいしくねえじゃねえかよ。家から持ってきた食パン。全然。あおい先生はうまいですか。うん、うまいです。お前が言ったら面白いよ。セイバン。うわ、アメリカで今めっちゃ流行ってるんです。せーの、タクヤ。ここは日本だ。生のね、ベーコンもあんま好きじゃないの。いや、多いなぁ。ねぇ、いや、多いよね。でも生で食べれるから。誰に喋ってるの。最近壁と友達になってきたから。見えてるか。なぁ、見えるわ、確かに。キュウ。ペアさんが2個手伝ってきたんです。すいません、何やってI'm not even. You are not.
みたいな。お前それは思ってても言っちゃダメだよ。ダメだぞ。なんでなんでなんで。違う違う。まずさ、チンコこうかなってねってのと、ここはどうしたの。私元からこういう顔でなかった。とりあえずナンバーワン決めよ。オッケーオッケー。ナンバーワンチョコフレンズ、わさびと竹内チーズコンソメでした。ダブーン、皆さんも食べてください。いつもそんなじゃないじゃん。あ、ちょっと待って。あ、欲しいな。いや、お前じゃないからちょっと。はい、ということで、今回のバレンタイン企画、偽企画でございます。僕たち、このバレンタイン企画の裏であるミッションを遂行しました。いや、マジだって、これさっき行った時に、この LINE に実際に、ね、その前に、若干、今日、手白っぽいな。みんなトイレに行ってた。あ、まあまあ、それは違う。酒飲んでたから、トイレに行きたかった。一番悪いんじゃない、いつもと変わんなかったんじゃない。本当の企画言います。2月9日葵ちゃん誕生日おめでとう。おめでとうサプライズです。葵先生が気づいた数だけ誕生日プレゼントの加減金額が決まるという企画でした。なんじゃそりゃ。探してごらん。え、何わかんない。え、でもそっちに来たよね。おー、見てたのは気づいたね。しゃがみ、しゃがみ、なんか不自然なもん前に物ってるよ。あおちゃん、あおちゃん、このままじゃお前あの日本で食べまくりだよ。うさぎいる。ちょっと誰、誰の、誰考察してるの。やばあおちゃんが一緒に下に降りてきて3人だったみたいな。ちょっと危ない。後ろでこいつ俺の酒飲んだ。え、ちょっと酒飲みたい。そこじゃねえ、そこじゃねえ。タコ戦の時にもこれ合うな、合うわ、お酒だなと思って。フリだろうなと思った。もう深くのテンションでやってるの。いや、そんなずっと言ってた。ずっと言ってた。わしは聞こえてないのかな。なんか気持ち悪いぐらい。確かにちょっと葵ちゃん多分気づいても言わない可能性あるなと思った。ということで、はい、葵ちゃんがミッション分かったはず。一つということで3000以上のものがもらえます。もしかしたら1万円もらえてるかもしれない。そう、いや、それはね、申し訳ない。気づいた時の罪悪感。これから葵ちゃんの誕生日プレゼント買いに行きます。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録忘れずに。 Twitter、TikTok もやってます。次回の動画も派手にいくぜ。はい、ということでプレゼント買ってきました。え、葵ちゃんそれ自前、あれ自前、自前やる気満々。お前分かってたんかい。分かってねえわ。大事だからプレゼント。いや、ちょっと痛い。もういらねえ。機能性は高いから。なるほど。どどん、なんすか。なに、バッテリー。バッテリーバッテリーと SD カードで。へえ、嬉しい、めっちゃ。よし、私を買い。大瀬さん、時間がないみたいなんでちょっと離脱します。ありがとう、ヒーロー。ちょっと映さないで。ヒーロー、ありがとう。ちょっと待って、ヒーロー。お疲れ様でした。ありがとう、ヒーロー。気をつけてね。ということで次、はい、美穂先生。はい、シーモンが揃えてきたもん。はいはい、じゃあ、ダンピングです。開けますか。でしょ、バレンタイン仕様でもあるらしい。うん。いやクッションなんで、うん、すごい欲しくて。なるほど。だからめっちゃ嬉しいです、これ。ちゃんと入れたのね。あともう一つちょっとあって、アイシャドウ。そう、アイシャドウ。なんかそう、今使ってるのがピンク系のアイシャドウで、うん、やっぱオレンジのが欲しいなって。オレンジとか茶色とか安くても質がいい。また今度の撮影から使います。やった、ありがとうございます。葵先生に選んでいただきます。誕生日おめでとう。あなたおめでとう。そうだ、ついにね、私らの仲間入りや。スカート体型的にタイトな方が似合いそうだったんで、はい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 、タイトにします。なるほどね。まだあります。うん、
あ、もちろん青木先生に選んでいただきます。青木先生に選んで。セールなんですけど。はい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 。セール言わないで。ワンピース。うん。冬用のワンピース。うん。持ってなくて欲しくて。うん。ガラケーを使わせてもらいました。うん、新鮮ですね。撮影に行きたいと思います。はい、ぜひ来てください。興奮、お願いします。興奮、はい、上学企画の試験なんですけど、うん、登録者数1000人目指すぞって、うんうんうん、達成できるように、はい、自分自身意識高めて頑張っていけたらいいなと思います。よっよよよ。15歳の青井もダッティピースも注目、お願いします。頑張ります。ありがとうございました。はい、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、次回の動画もぜひ、ぜひ、ハッピーバースデー。バイバーイ。